アミレートの声優を知ってもらおう、イエーイ。というわけで神谷直道です。よろしくお願いします。26歳で愛知県出身、趣味はですねゲームと、最近歩くのがすごい好きで、それこそ散歩であったりだとか、ちょっと遠出して例えば高尾山であったり江ノ島であったり、ハイキング的な感じでなんか街の風を感じながらみたいな歩くのが好きです。特技はですね、小学生の頃に野球をやっていたので野球ができるっていうのと、あとうちの実家が琴教室をやっていたおかげで、僕も琴をやっていたんですけど、まあ琴を弾けますっていうぐらいうまいかって言われるとちょっと自信ないんですけど、まあ、琴を少しだけ弾くことができます。子供の頃からよくアニメを見ていて、それこそ野球やっていたのでメジャーであったりだとか、あとコナンであったりだとか、いろんなその少年漫画に載ってるような作品を見ていたんですけど、4つ上の兄がいて、ある日その僕の全く知らないアニメを隣で見ていて、僕もなんかボケーって見てたんですけど、その時にそのゼロの使い魔っていうそのライトノベル原作のアニメを見ていて、その時僕が見たらですね、なんてこの剣の戦いであったり魔法を使ったりだとか、あとはその小学生にはちょっと刺激が強いような女の子とキャッキャッフみたいなシーンがあったりだとか、すごく刺激があってですね、このアニメという世界に入りたいじゃないですけど、まあ中二病の延長線なんですかね、その入ってみたいってところから、あ、声優という職業があるんだ、じゃあ声優になってみたいなって思いました。声優になっていなかったら、僕子供の頃から今でもそうなんですけど、なんか人のすごい分かったみたいな、パッと顔が明るくなる瞬間がすごく好きで、高校生であったり大学生であったり、そのこの公式使えばいいんじゃないとか、こういう風にやったらうまくいったよみたいなのをよくしていて、その今でも好きなので、多分教師とか何かを教える職業についていたのではないかなと思っています。アミレートの養成所の声優ラボに、通っていたんですけど、その通う時にですね、1年早く準所属になっている久保田悪魔という男がいて、僕の親友なんですけど、養成所どっか入りたいんだけどどこがいいかなみたいな相談した時に、あ、うちのその養成所はマイク前のレッスンであったり、芝居、舞台のレッスンであったり、いろんな幅広い稽古ができるし、あとなんかチャンスがあれば実際現場に行って仕事もできるっていう話を聞いて、あ、面白いなと思って調べてみたんですけど、そこで興味を持って、ここに入らさせていただきました。そのアミュレートの養成所のラボさんに通うことになって、めちゃめちゃ緊張しながら最初受けてたんですけど、その先にというか1年前とかもっと前から入ってる人と挨拶というか話す機会があった時に、神谷直道ですみたいな、よろしくお願いしますって挨拶した時に、あー神谷くんね、知ってる知ってるっていう反応をされて、その人見知りの僕からしたら、僕は知らないのにこの人俺のこと知ってる、怖いって思って、そのうまく距離を測れないというか、向こうはありがたいことにぐんぐん来てくれるんですけど、僕がちょっと萎縮しちゃって仲良くなれなかったっていうのがすごく苦労したんですけど、そのなんでそうなってたっていうのが後々分かって何回も出てくるんですけど、その久保田悪魔が何やら来年度から神谷直道という男がこのラボに入ってくるらしいというのをその仲間内でしてくれてたみたいで、そこで俺の名前を知って、なんかどういうやつかみたいなのを聞いてたおかげで、そのぐいぐい来てくれて、今では一緒にご飯に行ったりだとか、レッスン前に稽古したりだとか、そういう仲良くなれたので、まあ、結果的にはたくまありがとうって思ってるエピソードです。ナレーション現場での話なんですけど、よく養成所の時にナレーションのお仕事をくれた案件があって、そこの現場にいつも通りおはようございますお願いしますって挨拶したら、その前日までに
原稿渡せてないんだけど、これも読んでほしいんだよねって言われて、あ、わかりました、読みますって言って実際原稿を見たら、4行ぐらいびっしり英語がバーって並んでて、ちょっと勉強の中で英語が本当に苦手で、もう学生時代赤点を取るか取らないかみたいな瀬戸際で生きてきた人種なんですけど、その初めて見た原稿っていうのと、もうバーって並んでる英語っていうので、焦りに焦って、あ、はい、頑張りますって元気よく答えたつもりだったのが、多分すんごい顔をしてたんでしょうね。そのスタッフさんが、神谷くん、なんか大丈夫みたいな声をかけてきてくれて、すいません、英語が読めないんですっていうふうに素直に言ったら、まあ、現場に一緒にいた仲間であったりだとかスタッフさんがめちゃめちゃ丁寧に、こうやって読むんだよっていうのを、ルビーというか振り仮名を振るのを手伝ってくれて、まあ事なきを得たんですけど、すごく恥ずかしかったというか、もうちょっと学生時代にでもちゃんと勉強しとけばよかったなと思った出来事でした。そうですね、神谷少年というか、僕が小さい頃からちょカラオケ行こうよって誘われたら、もう一目散でそれを拒否して逃げてきた人間だったので、正直そのあまり機会はないんですけど、まあ、大学生であったりだと か, なんか何かの打ち上げ行こうとか、飲み会の後にちょっとカラオケ行こうよみたいな、どうしても逃げれない場面が何度かあったので、その時に難を逃れたというか助けてもらってたのは、バックナンバーさんのアップルパイという曲があって、この曲はすごく僕を助けてくれた曲なので、お箱にあげさせていただきたいと思います。今現在ですね、僕はクールな役であったり、落ち着いたそのちょっとダウナー系な役を演じるのが得意なんですけど、将来的にはですね、そのアニメの悪役というか、なんかラスボスみたいな、すごい雰囲気のあるというかミステリアスな感じの役を演じたくて、もう最終的に神谷直道がやってるってことはこのキャラクター悪役かみたいな言われるぐらい、なんか説得力のあるお芝居ができるようになるからなって思ってます。はい。そうだな、まあとりあえず頑張っていくんで、応援してくれてもいいよ。すいません、応援してください。以上、神谷直道でした。バイバイ。